いや、すごく綺麗ですよ。いや、これ嘘じゃなくて本当に僕思いました。あ、でも全然ダメだった。こっち多分最初に言ってたらしくないですか。もっと離れて全然かりそれだくないな。あ、そうなんですか。そうなんですか。めっちゃ綺麗。いや、なんかいやいやいや、もうなんか食いたわね。本当そうですよ。今黒いのちょっと見えてきた。だいぶ黒い。いや、前からずっと思ってますよ。やっぱももクロでいいんだよ。いやいやいや、もうね、断る。おかしいな。ももクロでいいよ。いやいや、言い方がちょっと黒い。いや、私ももクリって言ったら、ももクリですよって言い返された。いや、俺には黒に使われたんですよ。いやいや、ももクロでいいよ。うん、なんか雰囲気違いますね。でもあれ髪切ったちょっと来たけどね、髪切っちゃう。それそれただのダダ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 ダ クリスタルレインボークラブデリシャスなラジオクリスタル、表現する者たちの月明かりへようこそ。下町エレガント大使インク台風キリンがご案内いたします。ドラマチックにストーリー、愛してやまない人間模様、今夜も熱いハートは止まらない。2016年4月25日マンデーナイト21時オープン。今夜もどんなドラマが展開するんでしょう。ダイヤモンド道なら毎回ワクワクが止まりません。見て聞いて参加できるラジオだけど見逃せない、そんな番組がどこかにありましたか。楽屋トークだって公開、気取ってなんかいられないライブのようなラジオです。2016年クリスタル、大人が素敵に輝くことを応援します。どこからだっていいんですよ。まだ見たことのない自分になってしまいましょう。本家クリスタルの始まりです。ここは大人の本気祭りでござります。踊らにゃそんそん、楽しんだ方がいいに決まってます。決まってます。はい、今自分でね、自分の声聞きながらね、私の声って小さいなと思いながら。どういう発見ですか。あんまり大きな声が出ない。必要ないですよね。でもでもほら、声が通る人っていいじゃない。あの単音、和音って言ったら単音だよね。あ、結構まっすぐです ね。歌う歌う人、そういう方がいいよね。あと注文する時とかね、お店。あ、私の注文は絶品ですよ、本当に。注文コール、私あんまり聞こえないから、すいません、そう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 、すいません、そう、なんか泣いてるわと思って。あとリズム私がね、すぐ一言ちょっとすぐですよね、なんだかって届かなかったら試しがない。やっぱり立つもんですよね。それ私はね、熱い目線を送るの。気づかないよ。そうでもないのよ。あ、そうなの。じとーっと言ってた。声かけましたけどって。別なところですよ、使ってくださいよ。だいぶやらかしてきましたけどね。そうね、それぞれだわね。そうですよ、役割分担ね。さあ、今日も、賑やかなクリスタル。本当です ね。始まる前のあのなんかかしましたというか、賑やかさというか、ね、あの番組ごとにいろいろなんだけど、本家はまた独特ですね。独特ですね。なんかそれぞれで違反してたり、カチョカチョってなんかコソ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 やってる人たちもいたりね。全然空気感が違いますね。どの子が好きだって。言えない。私はね、あるつもりが好き。でもそれぞれ楽しいです ね。本当に特徴があって。できればみんな一通り通っていくと、うん、ね、そうですね。本当本当本当。そうですよ。栗なんかね、きっと感じてると思います。うん、そう、うん、来てみちゃう。あ、でもだいぶあちこち来てるよね。あ、行かせていただいてますね。ありがとうございます、本当に。あ。
桃栗じゃなくて、うん、桃黒って言われてやんバレちゃった。そんなに言ってたじゃねえ。バレちゃってんの。名前からこれ見ようかしら。そんな2人が今日もなんかすごい面白くなってくれるらしい。ありがとうございます。今日ね聞いてますよっていうメッセージいくつもいただいてますので、皆さんどうぞ楽しみに。楽しみに。ハードル上げすぎよ。さあ、それではそろそろ始まりの時間のようですね。どこから聞いても楽しめるクリスタル It's Showtime。